吉羽インターチェンジは、広島県八日市市の中国自動車道のインターチェンジである。吉羽サービスエリアのガソリンスタンドが閉店したことに伴うガス欠防施策として、2015年4月20日からインターチェンジ周辺の指定ガソリンスタンドで給油する ETC 利用者に対して、1時間以内の中途出場を認める社会実験を行う。実施期間は、 当初1年間の予定だったが、延長され2018年3月22日まで行われた。翌日からは、前後の都高地インターチェンジ、6日、CIC で ETC2.0 を利用して一時退出を可能とするサービスを行うことで代替とされ、吉和インターチェンジでの一時退出は認められなくなった。高速道路外、ガソリンスタンドサービス社会実験の開始に、 A 中国自動車道吉羽インターチェンジ6日 CIC での高速道路外ガソリンスタンドサービス終了のお知らせ e に、a 中国自動車道吉羽インターチェンジ6日 CIC での高速道路外ガソリンスタンドサービス終了のお知らせ6日 CIC 都合値インターチェンジでの ETC2.0 を利用した一時退出が可能となります三月十三日から 中国地方で新たに4カ所高速道路から道の駅の利用が可能となります。ありがとうございます。